伊勢島、里海・トライアスロン大会は、三重県島市から同県渡来郡南伊勢町にかけて開催されるトライアスロンの競技大会。開催種目は、オリンピックディスタンスで行われるスタンダードとスイムバイクランを3人で分担し、チームで競うスタンダードリレーの2つである。第1回大会は2013年に開催された。2019年現在、 三重県唯一のトライアスロン大会である。大会のコースは2021年に開催予定の第76回国民体育大会のトライアスロン競技コースに内定している。スイムは750メートルのコースを2周する。大谷浜海水浴場内に設置される。バイクは太平洋沿いの20キロメートルのコースを2周する。具体的には以下のコースになる。ランは 浜島中心街、約 3.3km を参集する。具体的には、以下のコースになる。スタンダードは、男女別に、スタンダードリレーは、男女共通で、それぞれ上位6位まで表彰が行われる。さらに、三重県選手権として、スタンダードに出場した三重県トライアスロン、協会登録競技者は、男女それぞれ3位まで表彰される。大会の開催目的の一つに、 スポーツや観光の振興、地域活性化が掲げられていることから、大会参加者と地域住民の交流を兼ねて、特産品の振る舞いや交流パーティーが開かれる。2013年大会では、島市のご当地アイドルであるジュリアズによる、ステージパフォーマンスも開催された。2019年大会の主催は、島市、浜島町自治会連合会、三重県トライアスロン協会、 島スポーツコミッション株式会社トライアーティストで構成される伊勢島佐都会トライアスロン大会実行委員会である実行委員会事務局は島スポーツコミッションに置かれている主幹は島スポーツコミッション競技主幹は三重県トライアスロン協会講演は三重県の経済団体やマスメディアが名を連ね島下育協会 日本スポーツツーリズム推進機構、日本トライアスロン連合も入っている。協賛は、島市の企業を中心に、イムラや、グループ、赤福、105銀行、第3銀行など30県内の有力企業も、含まれる。2013年5月12日に、ネムの里を会場として、初めて開催された。この大会が開催されるまで、 三重県は13年間トライアスロン大会の空白地帯となっており、開催地を模索する中で、ネムの里の協力が得られたため実施されたものだった。会場がネムの里の敷地内に限られたことから、スイム 0.75km、バイク 18km、ラン5トルの短い距離のトライアスロンとスイム 0.75km、ラン5トルのアクアスロンの2種目の実施となった。 2014年から浜島町、浜島の大屋浜海水浴場に主会場が移り、開催時期が7月となった。オリンピックディスタンスとスプリントディスタンス及びスイムバイクランを3人1組で行うリレーの4種目が実施された。この大会では、シドニーオリンピック日本代表や吉本工業、所属芸人が出場し、大会を盛り上げた。2015年大会から、 バイクのコースを島市内から隣の南伊勢町まで延長し、ランのコースを浜島の中心市街地へ移し、起伏に富んだコースとなった。また種目はスタンダードとスタンダードリレーの2種目になった。同年度に実施された競技者による人気ランキングで200大会中11位に入った。2016年大会ではドローンとスマートフォンを用いて大会の様子を YouTube で 生中継する試みが行われた。2016年、島スポーツコミッションによる伊勢島、里海トライアスロン大会をめぐる、地域活性化に関する取り組み、人づくり町づくりスポーツを生かした、地域振興伊勢島、里海トライアスロンが第4回スポーツ振興賞日本、スポーツツーリズム推進機構会長賞を受賞した。2017年大会は、 日本学生トライアスロン連合の近畿学生選手権を兼ねて行われ、学生77人が参加した。2018年大会は、全国人気大会ランキングで3位、51.5km 部門で1位となった。各界の伊勢島経済新聞報道による、最多出場者数は赤色、最小出場者数は青色で示した。は、エントリー数を示す。 オリンピックディスタンス第1回は、スプリントディスタンスで実施オリンピックディスタンス第1回は、スプリントディスタンスで実施オリンピックディスタンス。ありがとうございます。